はい、ここは焼津駅で、今4時11分の4時35分のバスに乗りたいんだよな。市役所がね、これ歩いて10分ぐらいで往復すると、ちょっと微妙、あんまり無理したくないんでね。まあ若干余裕あるから行ってみましょうかね。ちょっとその、時間が早しくなったらもう、着く前に即折り返すということで、焼津市役所750メートルとある、焼津市の情報はあまり調べてなかったな。そこは焼津高校なの。こんな駅前の高校とは珍しい。はい、もうその辺が港でちょっとその、海の香りがするような気がする。はい、で、ここは駅前通り名店街とあるけども、まあ、これ左側、ここはシャッターですけどもね。まあ、一応そこそこ空いてるのか。はい。今、焼津グランドホテルと書かれたワゴン車が行きましたね。私が乗るのもあんなやつだな。はい、私が今日泊まるのは亀の井ホテルなんだけどもね。そう、ちなみに、なんか結構いいホテルらしくてね、1万4000円でしたね、一泊。はい、私、そんな高いところを泊まったことないですね。そう。私一人では少なくとも行ったことがない。一人で1万円超えのところは泊まったことがないと思うけどもな。私は記憶にはないですね。これまで7000円台はあったはずだけどもな。はい。そう。で、ね、普通にその素泊まりもなくて2食付きで、まあ、いらないんだけどもね。なんかコンビニ弁当でも買ってて食べればいいんだけども、そのなんか一番安いコースにしたんだけども、それでも、なんか南マグロのどうたらこうたらみたいなね。そんな感じなんですよね。とある方からね、ツイッターで情報いただきまして、どうもシグマの激レア機種がね、この亀の井ホテルもこれから行くところにあるということで、実際公式サイトもね、その、施設紹介みたいなのを見ても、まあ、はっきりとはわからないんですけどもね、そのシグマのキッズメダルっぽい筐体が確かに映ってるんですよね。なんで、まあ、それをぜひプレイしてみたいと。で、私、昨日までね、3連快活だったんですけどもね、まあ、なんかそういう、まあ、疲れを癒すということでも、まあ、そう、ここまで、ね、快活で節約してきたんだったら、まあ、いいんじゃないかみたいなのもちょっとあったりして、まあ、この予定を組んでね、で、まあ、泊まることにしたわけですけどもね。そうだからゲームコーナーは絶対やっててほしいんだよな。まあ、それ以外でも、まあね、十分くつろげる、まあ、いいホテルなんだろうなと思いますけどもね。で、市役所ってその、このマンションの奥にちらっと見えてるやつかな。はい、ちょっと引きで撮ろうかと思ったらこれ、手前すぐのところにパチンコ屋があるというのが面白いな。この奥のやつですね、割と新しく見える。入り口右奥か。23分00には絶対引き返そうと思ったんだけど、今21分、まあ、どうでしょう。はい、適当に回り込んできて、こっちが表側だな。焼津市役所とは書いてはいないかな。でも相当立派ですね。焼津はそこまで人口多くなかったと思うけども、12、3万とかですかね。はい。まあこんな感じで、今22分30秒だな。ちょっともうギリギリになってしまう。あ、プレートがあった。ここで写真撮ってすぐ折り返す。はい、ここはターンと来る子供館、そしておもちゃ美術館とありましたね。なんかおもちゃ、にゆかりのあるところなんかね、ちょっとわからんな。で、まあ、先ほども通りましたけども、この商店街をまっすぐ行けば駅ですね。はい、人魚だから上半身裸でもセーフ。まあ、ラフ像はいっぱいありますけどもね。そんなとこで、やっぱここの川だけなんか、ちょっと海臭いんだよな。普通にね、塩水入ってるんでしょうね、きっと。で、これが4時半の鐘か。私が乗るのは4時35分発だけども、こういうなんか送迎バスとかは送発もありえなくはないか。はい。そう、あんまりね、ギリギリで行くもんではないんだけども、まあ、ちょっと市役所をね、もし明日その焼津のゲーセン巡るにしてもちょっと行きづらい場所だったんで、はい、まあ行きたくなってしまったということで、上登る必要ないかな。なんか横断歩道で行けそうだけどもね。はい、もうすぐそれですね。そこのマイクロバスだ。横断歩道がもうちょい先、そこそこか。あと3分だから、まあ大丈夫ですね。
きましたね。和室に泊まるのも久しぶりだな。そして高台にあるので、この絶景3階だけどもね、だいぶ見えている。はい、ということでさっさとゲームコーナーに行こう。はい、ホテル前の景色はこんな感じ。結構高台なんだよな、ここは。なので3階からでもそう、よく景色が見えると昨日言ったけども、ちょっと今朝になってから動画撮ればよかったな。はい、もうバスすぐ出ちゃうんでね、まあ、この後、中のことを話すか。はい、12分ほどで着きましたね。はい、やっぱバスは便利だな。で、焼津駅南口で昨日もちょっとだけ通ったとこですけども、ここからバスに乗りますね。なんかそこやたら並んでるけど、私は多分大井川庁舎行きなんだよな。先ほどの亀の井ホテルですけども、まあ中はこんな感じでね、私がやりたかったダッシュヒーローありましたね。はい、これはシグマの、なんだっけ、ドッジヒーローか。あれの、まあ、同じキャラが出ているようなゲームで、まあ、あれよりも単純でね、まあ、5人で走って3位以内に入れば配当をゲットというやつですけども、私はこれ完全に初めてですね。はい、これまで見かけたこと全くないです。ネット上でも動画がないんじゃないかな。なんか動画を見たという方のね、情報で私はたどり着けたんですけども、その単独のね、ダッシュヒーローのプレイ動画としては、私が探した限りでは見つからなかったですね。だから本当にレアだと思います。まあ、それ以外にもまあ若干レトロなのがあったりして、まあ台数は多くないですけどもね。はい、これは素晴らしいですな。はい、まあ、あとはまあ温泉もなんか総選挙でリフレッシュ部門1位の焼津温泉らしいけども、まあ私はちょっと分かんなかったですね。はい、なんか浴槽一つだけでそんなに規模が大きいわけではないですしね。はい、まあそんなところかな。